皆さんこんにちは、中山康秀です。今日本一長い天神橋商店街、ここをずっと歩かせていただきました。たくさんの皆様方から頑張って頑張ってという本当にありがたいお声をいただくことができました。日本一長い商店街で歩いてみると考えられることたくさんなことがございます。当然今回の選挙にもおふさわしい外交安全保障のテーマ、北朝鮮の金正恩政権にしっかりと物を言いたい、だからあんたに一票入れんのよって言ってくれる人もおられました。本当にありがたいことだなと思います。日本は戦後72年間平和をなんとか維持できました。それもこれも日米安全保障条約、そして何よりも私たち今この日本というのは、第二次世界大戦の時、戦中戦後と命を落としてまで頑張ってこられた、そういう方々が我々の先祖に、我々の先人にいてくださったこと、それが何よりもの今の日本の平和と繁栄につながっているんだということを忘れてはいけない、そんな思いをこの日本一繁栄している、そしてまた日本一長い商店街を歩きながら思った次第です。今の日本、例えばですね、人口減少がどんどん起きています。人口減少が起きるということは、生産年齢人口、そして消費人口が減るということです。物をどんどん作っても売れない時代、そういった時代が今来ている。昭和の高度成長期には、例えばカラーテレビ、洗濯機、冷蔵庫、三種の神器と言われるようなものがどんどん売れて、パナソニック、これ大阪が発祥です、東芝や日立、三洋、いろんな電気屋さん、家電メーカーが右肩上がりで成長していきました。そのスマートフォンでもそうです。もうここにこうやって出すと16時24分こうやって時計機能がついてます。そしてこっち向けたらカメラがついている。ということはもう電話以外の価値というものがいろいろとここに備わっている。今商店街歩いて気づいたことは、例えばカメラ屋さんはもう1店舗しかありません。写真屋さんも入れると2店舗、腕時計屋さんは1店舗しかない。そのぐらい物がですね、高機能になってきて、いろいろともうこの一つで全てが網羅されてしまうという多機能な商品が増えている。これがまた一つ人口減少と相まって、いろんな意味で物余り時代が来ているのかもしれません。人工知能や IoT、インターネットオブティングス、いろんな新たな技術っていうものを私たちが獲得しながら人類が成長、次のステージへ向かう、その今転換点のフェーズにあると思います。今一生懸命この中で安倍政権は自公連立の中、経済成長戦略を考えて前へ前へと前進をしていきたいと思っています。ぜひ皆さんに力をいただけたらありがたいと思います。以上、中山康秀でした。